こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はチャット GPT を使って書いたシナリオをもとにこの動画をお送りします。チャット GPT って、今話題の AI チャットだよな。そうそう。どんなシナリオができたか楽しみだな。それでは早速行ってみましょう。ゆっくりしていってね。今回は家庭でも簡単に作れるチキンカレーの作り方をご紹介します。おお、それは楽しみだな。チキンカレーは大好物だから。そうですね。日本で最も愛されるカレーの一つで、甘辛くてスパイシーな味わいは一度食べたら病みつきになります。ぜひ教えてもらいたいです。では、どうすればいいんですか？まずは材料を用意しましょう。必要なものはこれです。鶏肉 200g、玉ねぎ1個、人参1本、じゃがいも2個、カレールー1箱、水 500ml、サラダ油大さじ2です。わかった。それぞれの材料はどう切ればいいんですか？そうですね。玉ねぎはみじん切り、人参は1センチ角に、じゃがいもは皮を剥いて2センチ角に切ります。わかりました。では次はどうすればいいんですか？鍋を中火にかけて、サラダ油を熱します。次に、玉ねぎを入れて炒めます。玉ねぎが透き通ってきたら、次に野菜を加えます。野菜を加えるんですね。どのように加えたらいいですか？1センチ角に切った人参と、皮を剥いて2センチ角に切ったじゃがいもを鍋に加えます。野菜が鍋に入ったら、500ml の水を加えます。水を入れると野菜が柔らかくなり、スープができるので、とても重要な工程です。なるほど。水を入れることでスープができるんですね。では次は？次に、1センチ角に切った鶏肉を鍋に加えます。鶏肉がしっかり火が通るまで、弱火で煮込みます。煮込むんですね。最後にカレールーを加えるんですか？そうです。最後に一箱のカレールーを鍋に加え、中火にしてカレールーが完全に溶けるまでかき混ぜます。完全に溶けたら、弱火にして5分程度煮込めば完成です。なるほど、カレールーは最後に入れるんですね。でも、味付けはこれだけで大丈夫ですか？そうですね。カレールーにはすでにスパイスが入っているので、基本的にはこの材料だけで味付けが完了します。ただ、味にこだわりがある場合は、塩や胡椒で味を整えることもできます。なるほど。それでは、今回のチキンカレーの完成ですか？はい、完成です。ご飯と一緒にいただくと、とても美味しいですよ。ありがとうございました。早速作ってみたいと思います。いかがでしたか？家庭でも簡単に作れるチキンカレーの作り方、お伝えできましたでしょうか？とてもわかりやすくて、ありがとうございました。早速作ってみたいと思います。どうぞ、お試しください。また、他にもおすすめのカレーレシピがありましたら、ぜひ教えてくださいね。はい、ありがとうございます。どうだった？マリサ？なかなか面白かったな。ツッコミどころはあるが、わかりやすいシナリオができていたんじゃないか？そうだね。マリサの塩対応にはどうしようかと思ったけど、カレーはなんとか作れそうな気がするよ。そうだな。チャット GPT の精度はまだまだこれからみたいだな。間違った情報が入っている可能性があるから要注意だぜ。最後までご覧いただき、ありがとうございました。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。それじゃあ、またね。